4番マリア・ブンテルスカヤさん、ロシア。 Number 4 representing Russia, マリア・ブンテルスカヤ。元世界の女王登場、ロシアマリア・ブッテルスカヤ。ショートプログラムは転倒がありまして第3位。優勝するためにはとにかく2位以内にこの第1フリーでは入らなければなりません。曲は春の出来事。今日は清水さん、ミスなしの演技期待したいですね。そうですね。最初のジャンプ、あっ、コンビネーションはトリプルダブルのはずでした。あったトリプルフリップジャンプがやはりダブルになってしまいましたね。回転が一つ足りないジャンプです。スローパートの部分がやはりさすがベテランという感じで、はい、間の取り方も非常に上手だと思います。あっと、トリプルルッツジャンプがダブルになってしまいました。そうでしたね。現役生活を終えたら振付師になりたいと話しているこのブッテルスカヤですが、ご自分で振り付けやコスチュームのデザインもなさっているようで。そうですね。今回も美しいコスチュームですけれども、ご自分でなさったのでしょうか。はい、去年も今年もデザインは彼女自身だそうです。このあたりの見せ方は上手いですね。そうですね。彼女独特の魅力だと思います。ベテランの選手ということで、体力的にも大変だと思いますが、はい、まあ、ショーなどたくさんこなして、また本当に頑張ってらっしゃると思います。もう回転がちょっと足りませんでした。そうですね。2個目のジャンプがダブルになってしまいました。ここでアクセル、あれはやりにくくありませんか。ご本人が気にならなければ大丈夫だと思うんですけれども、あ、ちょっとやはり表情も曇りがちですね。そうです。緩んでしまうと少し気になることがあると思うんですけれども、
緩んでないんで多分大丈夫だと思います。そうですか、はい、ああいうふうに出ててもですね、はい、表情は曇りがち、ちょっと不安する塚谷の争いに食い込んでくるのは難しいですかね。そうですね、本来の滑りではなかったような気がいたします。まずコンビネーションジャンプの2つ目回転が足りなかったり、その後のトリプルジャンプでも回転が足りなかったりというケースがありました。そうですね、ジャンプのミスも何箇所かあったんですけれども、滑りが少しギクシャクというかちょっとぎこちない部分があったような気がするんで、はい、やはりちょっとまだ本来 の, ブッテルスカヤ選手のものではなかったような気がします、はい、この表情にも今の スケーティングが現れています。この後はクアン、そしてスルツカヤが控えている今年のグランプリファイナル。ちょっと見てみましょう。このルッツから最初のコンビネーションですね、ここ、はい、トリプルルッツダブルトーループジャンプですね、はい、で何かこう怖そうに飛んでるという感じがしますが、そうですね、ちょっと肩に力が入っているかなという気がします。なるほど、去年の NHK 杯では旭川スルツカヤに敗れて2位に甘んじました。そのスルツカヤとクアントップ2位に現在ショートプログラム終わって立っていますので、プレッシャーをかけたかったブッテルスカヤです。さあ得点です。伸びません。ポーランド、カナダのジャッジは 5.3 です。優勝争いに厳しくなりました。プレゼンテーションは 5.9 ロシアのジャッジがつけました。4人滑り終えてサラ・ヒューズが現在トップ、ブッテルスカヤは第2位です。この後は待ちます、クワンとスルツカヤです。5番